みなさんこんにちは、GSOUL GOBLER だ、ひらひら。はい、今回の動画はタイトルの通りなんですけど、 JBF 開催まであと2ヶ月となりました。はい、もう僕は JBF に参加することがめちゃくちゃ楽しみで仕方がありません。動画外とかでも JBF の作品とかめちゃくちゃ作ってきたんで、もうね、もう楽しみで仕方がない。はい。はい、今回の動画は僕が JBF で出展する作品を簡単に紹介したいと思います。まずはこちらの戦隊ヒーローのメカ1号です。はい、今回の JBF ではこちらを出展させていただきます。本来でしたらこれ以外に実は2号メカと3号メカもあったんですけど、バラしました。なので今あるのはこの1号メカのみです。実はこの1号メカにはすごい思い入れがあって、実はこのロボットをきっかけにいろんなビルダーさんと仲良くなれましたので、ちょっと思い入れのある変形合体レゴロボです。はい、続いてはこちら、恐竜変形合体レゴロボです。左からレッドティラン、キラーゲイラー、ハイパーカノトプス、そして、ちょっとネタバレになるんですけど、じゃーん。ブラキオサウルス変形合体ロボ、ブラックブラキオです。ブラックブラキオも動画にするんですけど、もう先に見せちゃいます。そう、今回は4号ロボも作りました。もともとはこの3体で終わる予定だったんですけど、コメントとかでブラキオサウルスを作ってくださいという声があって、一回ちょっと頑張って作ったんですけど、もうあまりにも難しくて、実は断念しました。ただ今年については JBF 参加もあれば、僕が子供の頃に見ていた爆竜戦隊アバレンジャーが20周年記念ということもあるので、今回はブラキオサウルス変形合体ロボを作りました。余談なんですけど、僕が今まで作った変形合体レゴロボの中で結構作るの大変だったのはこの恐竜変形合体レゴロボです。続いてはこちら、フェニックスエンペラーです。このフェニックスエンペラーについてはもうとにかくかっこいい変形合体レゴロボを作ろうと思い作りました。ちなみにこのフェニックスエンペラーなんですけど、部分的に色々と修正しました。続いてはこちら、ポリスガーディアンロボとポリスハンターロボです。これはもう歴史としたスーパー戦隊感丸出しの変形合体レゴロボです。この2体が合体したスーパーポリスガーディアンは僕が作った変形合体レゴロボの中でかなりでかいです。この2体が合体したスーパーポリスガーディアンロボをぜひ JBF で生でご覧ください。もうめちゃくちゃ迫力があります。はい、そして最後はこちら、ブラトロコンで作ったブラックトロン変形合体レゴロボです。実を言うとこれは本当はバラす予定だったんですけど、まぁ、ちょっとビジュアル的に結構いいかなって思って今回こちらを展示いたします。ちなみにこのロボなんですけど、名前はまだ決めておりません。まず JBF までには名前とかは考えておきます。で、そして JBF 内で重大発表があります。重大発表については JBF が終わった後にも発表したいと思います。で、それと皆さんに一つまたお願いがあります。私、ひろげ、JBF が終わった後、動画投稿を週に2回とさせていただきます。なんでかと言いますと、2級建築士の製図試験に専念するためです。せっかく学科通ってきたので、製図は次で受かりたいということもあるので、6月の中旬頃から動画投稿を週に2本とさせていただきます。では皆さん、2ヶ月後、神戸で会いましょう。はい、以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。